えー、高岡市二歳児失踪事件やっていきたいと思います本日、えー、2022年の9月1日午前6時56分を回ったところです大森林会の大浅大師でございます、えー、ピンチはピンチということでやっていきたいと思いますけどもあのピンチになる要素があんまり見当たらないんですよね見当たらないから逆にあの非常にですね珍しいケースで えー、かつ違和感が出てくるんですよねあのうんとまずは2階にいたというのが、えー、事実なのかどうかなんですけど、えーまあ、2階にいたんじゃないかなということで、えーまあ、報道では、ね、詳しくなんか書かれているようで書かれていなかったりして、えー、ちょっとね私もあの小倉美咲さんの件やってたんでこっちはあんまり調べてなかったんですけど。<laughs> 昨日ぐらいからちょっとね、えー、調べ始めて、えー、まず分かってきたことが、ドアは、えー、扉はですね、赤羽橋さんが動画にしていた通り引き戸でありました。で、奈緒さんとか、えー、からコメントいただいて、えー、こうね、鍵の箇所2箇所ありますよとかっていう話があったので、私も自分で実際にですね、初めて、えー、Google のストリートビューで、 見てみましたあーで報道に出ているものとストリートビューのものが一致しているのでおそらく多分あの、えー、ご自宅じゃないかなというふうに思われますけれども、まあ、感想としてはですね、えー、かなり新しいですねあの新しいというか、えー、新築っていう感じもちょっとしない,んです、えー、しないのでおそらくリフォームかなんかかけたんじゃないかなと思うんですけども あの随所に、えー、防犯カメラのような多分照明だと思うんですよね、ライト、センサー付きライトなのかもしれないです結構デカめのスポットライトみたいなものが、玄関の方とか2階とか、2階のベランダみたいなところまでついてるということで、えー、あと玄関の扉なんかは非常にですねあの防犯対策がなされている、そういう扉あのような感じがします。 でえ勝手口は引き戸、片一方だけの引き戸、でかつ、えー、画像を見ると、えー、鍵の箇所が2箇所で、赤羽橋さんのコメントからすると4 0ンチと8 0まあだから届かなくい,いことはない、ただ2度手間はかかることは確かでしょ、それちゃんと締めていたとするならば、下をカチャン、上をカチャン、ガラガラでしょ。そして 半開きであったという証言が正しいとするならば、あ自動的にこうスーッと閉まっていくタイプじゃなくて、開いたら開きっぱなしってことでしょ、えー。ちょっと疑問なのは、 2階から降りてきたら相当時間かかるはずなんですよ。2階から階段をよいちょよいちょと降りてきて、まあそこで出てくるのがチャイルドゲートですよね。通常であれば普通2階からの転落防止ねっていうのを考えた場合にチャイルドゲートっていう、まあ階段のところに柵をつけるのが普通であるというふうに考えますけれども、そのチャイルドゲートを通過して、 もしからなかったとしてもそれ相応にそうにスン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 って降りてくるようなスン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 って降りてくるようなそういう感じに見えませんのであのねあの動画を見るとだからよいちょよいちょって言いながらやりながら降りてきてさらにあの防犯対策ばっちりの扉の下をカチャン上をカチャンそれ回すやつの短式なのかそれともあの ね、上下に動くあの,やつ上下のやつだと結構力いりますよあれだったらねまあでも最近のやつだともしかすると単式かもしれないんで単式でカチャカチャってやったとするじゃないですかでガラガラでしょだからそこまでであのお姉ちゃんの髪だいぶ乾いてると思うんですよねだいぶ乾いてると思うんですよそこまでの段階で,でトントンっていってで報道の 状態を見るとその奥の方ね道路じゃない奥の方にはエコキュートかなんかわかんないですけどエコキュートのタンクかなんかわかんないですけどそれがありそしてまあジムニーらしき車が、えー、あの止まってるんですけどまあその,その時それが止まってたかどうかはちょっとわからない、えーまあ、でその奥の方草ぼうぼうでしょなんか草ぼうぼうでしたよね、えー、エコキュートかなんかのタンクがあってその横草ぼうぼうで あのー、スノーダンプが2台ぐらいとスコップがこうパラパラパラってあってだからそっち側には行けないと思うんですよねでそっち側に用水路があるわけですよ1個、ね、小さめの <laughs> でそれ赤羽根橋さん逆流しているみたいなことが言ってましたけどちょっとあんまりまだ詳しく見れて後で赤羽根橋さんの動画あの見ようと思いますけれどもそっち側よりかはいつも公園に行ってるであろうそ えー、あのゴミさバの方向に行ったっていう絵,絵面がみんなありますよね。なんで逆側、の大通りの方をまず考察しないのかがわからない。それはまあ福田神社の,あの情報に全部引っ張られてると思うんだけど福田神社の情報に引っ張られてると思うんだけど。で福田神社で であっち側で防犯カメラに映ってないってなったら逆に大通りから回,って回り込んだんじゃないかとかっていうねそういう可能性もあるのになぜ大通り側の方にあの駅,前駅前の方にね、えー、カメラがこう行かないのかちょっとわからないんですけども、えー、まあそうこうしてるうちに まあどっちかっていうと、お母さん、後を追っていったわけでしょ公園までね。もし福田神社の話が本当であれば、その感じからすると、確実に追いついてると思うんですよね。追いついてると思うの。だから、どっちかっていうと、大通り側の方に、逃走という言葉を使ってたのかどうかわからないですけどあのお、お父さんがね、逃走みたいな言葉をなんか使ってるインタビュー、やっぱありましたね。調べたらね。逃走っていう、逃走っていうのかな。 あの出て行ったとかって言うんだったら分かるけどね、逃走 <laughs>、何から逃走するんだっていう感じ、あのねそうわわ、これすごくうがった味方でごめんなさいね、逃走っていうと、なんか日常的になんかこそ傷つける行為かなんかさ,されてて、それから逃げる。 っていうイメージがあるので、ね、ちょっとわ、ね、申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、闘争っていう言葉を使う、いや、お父様がインタビューでね、たぶパニックって使ったと思うんだけどで、そういうふうに言うと、なんか日常的にそういうなんか傷とかなんかがつけられてて、そしてそれから逃げたっていうイメージね、でそれに逃げることに成功したんじゃないかっていうふうに、今回ね、あの、 思っちゃうこれね、1%ぐらいね。1%ぐらいそういうふうに思っちゃう。それ寄せ集めてくると。だからそこら辺がうまく報道されてないから異常報道だっていうの。ねあ,あんだけ立派な扉があって、で、最近の扉はあれなんでしょその、<laughs> いろいろカタログ見てるんですけど、お年寄りでもスッて開けられますよ。小学生でもスッて開けられますよっていうやつでしょ例えば、あの、玄関の、えー リクシル玄関の扉なんて LIXIL の F01 みたいな型のものにそっくりなんですけども、まあ、色違うんですけどねその F01 の LIXIL のそのカタログを見ていくと、えー、お,おばあちゃんはでも簡単にスッと型で開けますよとかね、えー、そういう子供さんがランドセルを背負ってきてそしてスッと子供もも簡単に開けれますよっていうのが売りでしょだから鍵かかっていたならば すっ、えー、とは開かない、要は防犯対策バッチシですっていう売りでしょだから防犯対策はやってて、えー、るんだけどすっと子供でも簡単に1歳児でも簡単に開けられるとあの多分玄関の扉も、えー、開けれたと思うんですよねあの玄関の方の鍵を開けたことがあるとかっつってたんでじゃあそのまま放っとけば多分玄関の方もガラガラって開けれると思うんだよねあのでっかい扉だけどすっと開く,開くっていう のが売りだからねだから私のイメージしていたあの昔の扉ねガラガラガラて落としたり渋くてなかなか開かないとかねそういうやつじゃなかったのでだからすっと開くと思うんですよねだから余計に、えー、その子供が内側から開けるという <laughs> ことに関して対策が必要だったんじゃないかっていうふうに思うわけね というか、むしろ、なんでメーカーさんはそういうチャイル、あのド車で行ったならば、車のチャイルドロックね、えー、みたいな、そういう興味示しますから、やっぱり子供っていうのは興味示しますから、それは、あの、何百万、あれね、あの多分何百万もかかってますよ。あの防犯対策含め、全部の周囲のリフォームの扉だけで何百万かかってると思います。私はね。だからその、あ、工賃含めてね、こあの工事費とか含めてな、あんまり詳しくないんですけど、 でも、パッと見、扉だけでも4 50万とかしますから、あの玄関とかのね、それが何枚もついてるわけですし、2階のベランダとかに防犯用のや,やつかなんかわからないですけど、ライトとかついてるわけね、だから、あのライトだけでもこうつ,けつけるだけでも結構かかるし、まあ、何百万までいくかわからないけど、まあ、100万は超えてると思うんだよね、だからそこまでして防犯対策をするような、100万とかもらうわけでしょ、メーカーさんはね、扉メーカーさんは。 だけど車のように100万とかするやつにチャイルドロックみたいなのがないのかなと最近ねあの最近私も。 20年ぐらいはそういう、そういうのを調べたことないんでわかんないですけど、チャイルドロック的なものが扉にないっていうのがちょっと驚き。あとは一つは2階で生活してて、1階と2階を結構行き来するのが多いのであれば、そのチャイルドゲートをつけてなかった。もしくはつけてたとしても解放していたというね。 でもちょっと考えられないんですよね、そのお風呂に入るって結構無防備な状態ですから、だから一応、身支度とかそういうのを一応してね、鍵だってかけたかって確認してから上に行って、そしてやるっていうふうに思うんだけど、であれでね、そじゃあ鍵かお父さんがで外出していたからそういうのやってないんじゃないかとかっていう多分コメントあると思うんだけど、あれだけ金かけてるんですよ。 防犯対策とかそういうものに対して100万以上かけてるわけ、おそらくね。それなのに、鍵を閉めなかったってことはないんじゃないかと私は思うわけね。しかも風呂に入るときだから、風呂に入ってるときだ。ということは、鍵かかってるわけよ。それを開けて出ていったってわけでしょ。開けて出ていくことが可能かつは、技術的には多分可能でしょ。40センチ、80センチのダブルロックだから、から届きますよね。技術的には可能。しかも新しい扉だから、スッと開く。 それおじいちゃん、おばあちゃんでもスッと開けれますですから、スッと片手ですっとね、車椅子でもスッと開けられるような形ね、それは片口も多分同時に変えているでしょうから、その玄関扉とかと一緒に同時に変えているでしょうから、だからそこもスッと開けられると思うんですよね。だけど、技術的に可能だからといって時間的に可能かと、時系列出てきますよね。 あの小倉美咲さんの件でも散々やってきましたけど時系列が重要になってくるわけで通報もかなり早いですよねその通報のにかなり早いことに関して違和感を抱いてる人もいるかもしれないですけど私は逆なんですよね通報が早い段階でやったということは早い段階でいなくなったということに気づき思い当たる不審に速攻行って速攻通報したということが もう記録上、明らかなわけですそれ虚偽を言ってたら警察にバレ,るバレますからテレビ報道されないわけですからすぐさま行ったってことね,そのねただ、そこまでは全部証言を信じた場合ね信じた場合すぐさま行ったでそしてあの、うん、とその通報が早いということはそあっち側あのなんうかゴミ捨て場方向に行ってないと思うんですよねそもそもが。 で家の裏の方はなんか草ぼうぼうだったしそこ行けるのかどうかちょっとねそれ見える映像とかないから分かんないんですけどと考えると必然的に大通りの方に出たんじゃないかっていうふうに見えてくるわけねあの証言を信じるんであれば。 だってチャイルドゲートもあった可能性だってあるわけですよ。ただ単にその時に開いてたのかもしれないし、チャイルドゲートごとを開けれたかもしれない。でもそういう時にゲートがあるということは、そのたんびに時間,が時間的ロスが発生するわけでしょ。だから、なんか非常に怪しいんですよね。今回の報道が。報道のされ方が非常に怪しいんですよね。<laughs> まずは、えー、分かったのは引き戸であるしかも片,片引きの戸ね、えーえー、であって、えー、そしてそれが半開きになるということは、えー、自動的にこうスーッて戻っていくっていう機能ではないと想定しますで自動的にスーッて戻っていく機能であったとするならば何、えー、ていうかあのかなり早い段階で見つけたってことでしょその締まりきる前に見つけたってこと あともう一つ疑問があるのは、内側に普通勝手口って開けますから網戸あるんじゃないかと思うんだよね。その網戸がどういう形でついてるかちょっと微妙なんですけども、えー、まあ横の棒があるのはあれは多分外側から見ると防犯用の棒なんだけど、勝手口多分、 風を通しを良くするために開けられる仕様のドアじゃないかなと思うんですよね。じゃあそこの開けられる部分が全体を開けるのであれば全体に網戸がかかるでしょうし、一部だったら一部のところに網戸があるだろうし、じゃあそういうものが夏ですから、冬だったら分かるけど、夏ですから閉められてたとするならばその網戸も一回開けないといけないじゃない。うちは網戸、その前面に勝手口を貼ってあって、それ開けないといけないわけね。だからその 二重にも三重にもなってるから時間のロスがあるわけだからそれでも見つけられなかったっていうところに疑問が出てくるだからちょっと扉のね情報というのは重要で鍵がかかってるかかかってないかも重要であとその辺ねあの時間的な時系列的なところもかなり重要でえ考えていきたいんですけどもいかんせん報道があんまりされないわけね だからちょっと怪しいんですよね、はい、以上です